ママです。ゴーです。今日はとあるドッキリをしようと思ってて、ちょっと準備をしてたんですけど、これ映ってる？これ、これです。リップなんですけど、これ中身が入ってないリップで、こんな感じ。これでリップチョコを作って、これをガブッと食べて、ねえとキキをちょっと驚かせてみようかなと思います。子供ってこういうリップ大好きで、ねえとキキもすごい大好きなんだけど、お新しいの買ったんだって言うと多分すごい興味を持つと思うんですよ。だからそれを、そう、興味を引いた瞬間に食べたらどんな反応するか見てみたいと思います。いい感じのピンクになってきた。ちょっとカメラだと分かりにくいかもしれないけどね、いちごチョコって感じ。チョコが結構残っちゃったんで型に入れてきます。よし、できました。冷蔵庫に入れてたらなんかあんまり固まんなかったので冷凍庫で冷やしました。丸いところにも多分チョコレートが落ちてて、なんかね、全然回んないんだよね。力ずくでやんないと。よいしょ、よいしょ。こんな感じです。ちょっと怪しいけど、いけるかな？よいしょ。これどうかな？これなんかリップっぽい。あ、なんか全然出てこないね。欲張って可愛いのにしなきゃよかったよ。普通のリップが多分ね、作りやすいみたいで。できるかな？おりゃ。いけそう。これおかしいよね。こんなリップって言ったらもう不良品だよ。よいしょ。あー、なんとか。あ、でもすごい欠けてる。お腹が空洞だらけ。ちょっと戻しておきます。よいしょ、よいしょ。やばいやばい、これいける？これいけそうなんだけど、マジで硬くてね、出てこない。ちょっと溶かしてみよう。あ、出てきた出てきた。お、いいねいいね、これいい感じ。よし、失敗したやつ食べてみます。
長いけど、うん、味はうまいね。ここ中3個はとりあえず完成したから、そのネネとキキにドッキリしてみたいと思います。2人とも出かけてるから帰ってきたらやってみます。じゃあ、パパ少し見えちゃってる、うん、でママ映っていい？いや、切れてないし。よいしょ、ママ映る？映る。あ、いいね、いいね。見て、ママリップ買ったんだ。可愛くない？うん、ってめっちゃ可愛くない？塗ってみたい？うん、中開けてみて。超可愛いよ。うん、じゃらーん。うわ、可愛い。チョコレートでしょ？違うよ。チョコレート。違う。寝かして食べたで食べた。嘘でしょ？ちょっと、え？リップだよ。チョコじゃん。え、待って待って、マジマジ、チョコ風リップだから食べたらやばいやつだよ。ただチョコじゃん。チョコ味のするリップだよ。嘘。塗って。え、マジマジ、ねね、ほらほら、色だってついてんじゃん。速攻バレた。なんでわかったの？だってね、わざわざドッキリするねってメールによこして。違う違う、あのね、普通のリップだったらね、こういう風なさ、斜めで縦の形とかになってるけどさ、いきなりさ、使ってないのに丸かったからさ、チョコじゃんって思って。もうドッキリを知り尽くしすぎてる。やられすぎるのが高いからね。やられスキルが。そうだよ。チョコ。そう、チョコなの。気づいた？これ実はチョコなの。ママ作ったんだ、これ。あ、そうなの、すごい。そう。あ、そうなの？そう。ちゃんとさ、作ってるとこも撮ったんだよ、ママ。今日は、ネネとキキにドッキリしまーすってさ。嘘。本当に撮ってたの、朝。これ、あの、キキの好きな、あの、白いダースに、食紅で色をつけてピンクにしたの。なんかダンスだよ。警戒しすぎじゃない？リップに見えるもんね。ね、本当のリップに見えるよね。クリームの味だ。いや、もうマジショック。もう最高じゃん。皆さんも頭を使った方がいいですよ。成功するのがないじゃなくなくなるからね。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。おいしい。うまい。